皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ。監督は村瀬修子。脚本は武藤康之。主な声の出演は、小野賢章、上田玲奈、諏訪部順一、など。ユニバーサルセンチュリー0105、シャアの反乱から12年。地球連邦政府の腐敗は地球の汚染を加速させ、強制的に民間人を宇宙へと連行する非人道的な政策人狩りも行っていた。これに抵抗を開始したのが、反地球連邦政府運動マフティだった。というストーリー。逆襲のシャアの続編として制作されているが、時系列的にはユニコーンやナラティブの後の位置づけ。意外にもガンダムのテイストは最小限に抑えられ、過去のガンダム作品を見ていなくても作品世界に入り込めそう。アニメという枠にとらわれていない、実写映画のような画面構成や演出はとても美しい。特に、モビルスーツの戦闘はあくまで兵器同士の戦いとして描かれ、巻き込まれた人間側の視点からの描写は迫力満点。三部作の第一作のため、話が少々尻切れとんぼなのは仕方がない。ということで、評価は。サムサー。